こんばんは、よかばんです。です。さあ今回もね、はい、美味しいものからいっちゃいましょうかね。いきましょうか、ね、突然ですけども、はい、サガッチは宮崎のグルメ情報はどうやって入手してますか？はい、宮崎のグルメ情報は、うん、やっぱりもうインスタのハッシュタグをひたすら辿っていってますね。ハッシュタグですか、はい、ハッシュタグをもう辿りに辿って、まあね、はい、そういう情報の得方もいいんですけども、うん、やっぱり私なんかはね、入社以来25年、変わらずタウン宮崎さんですよ。やっぱりね、 SNS もいいんですけども、はい、地元のこのタウン誌にしか出せない、なるほど、細かい情報、深い情報があるわけですよ、はい、なるほど、あ、はい、雑に渡しますね。で今回はですね、はい、このタウン宮崎11月号でも特集されている鶏から、うん、唐揚げに行きたいと思いますね。うわ、この中からちょっとね、はい、それぞれ気になるお店に行っちゃおうかなと。こんな宮崎に唐揚げ専門店ってあるんですか？そうなんです。改めてね、見てみるとタウン宮崎の情報力ですよ。情報収集力。私は女子が好きそうな、うん、種類豊富の唐揚げにします。あ、いろんなね、味が楽しめるの好きですもんね、うん、女性はね。じゃあこっちはですね、もう超豪快なやつに、おー、あーみたいな。やっぱ分かれますね、男女で。もうこの顔中油まみれみたいな、自分の顔の油なのか鶏からの油なのかもう分からないみたいな。ね、それカメラ映したくない。だいたいね、あの、うん、今日唐揚げってね、はい、分かってるのに牛柄を着てくれてるのどういうことだと。あなた、みんな大好き唐揚げ特集というわけで、タンミヤ情報の中からサカッチが選んだお店はテイクアウト唐揚げ店ハイタッチ。いらっしゃいませ。こんにちは。失礼します。ほう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 、あ、こんな感じでいろいろあるんですね。ねえ、私、うん、このお店選んだのって、女の子はね、うん、やっぱりたくさん食べれないけど、いろんな種類食べたいんですよ。なるほどね、いろんな味を楽しみたい。そう、でしたら、まあ、唐揚げの食べ比べという商品がありますので、3個ずつで2種類お選びいただきます。じゃあどれにしようかな。いや待て私が選んだお店。はいはいはい、ロッカさんは今し、いやいや仲良く食べようよ。ダメ私が食べたいお店。どうしよう、この塩だれチキン、あー、うまそう、まず食べたい、うんうん、とこのチリマヨチキン。はい、かしこまりました、よろしくお願いします。はい、ご準備してまいります。じゃあ僕、あの、いやだから私が食べるの。というわけで、ご当地グルメからヒントを得た11種類のソースの中から2種類選べるお得な食べ比べセットを注文。待つこと5分。お待たせしました。わ、こちらになります。すごい、もう香りで白ご飯いけそう。このじゃあ塩だれチキンの方からいただきます。お、いった豪快に。うーん、うまみあるし、ありがとうございます。すっごいサクサク。お、もう塩だれが、ソースがかかってるはずなのに、どうしてこんなサクサクが持続できるんですか？きちんと温度管理とできていれば、まあ、このような感じにはご家庭でも揚げることは可能だと思います。いやいや、なんか簡単そうに言ってますけど、やっぱプロの技が絶対プロの技絶対ありますよ。そんな家庭で簡単にはできないですよ。で、塩だれソースのパンチすごいですね。うん、まあインパクトは、まあ、あるかな。インパクトすごい。まあでも玉ねぎがたっぷり入っておりますので、比較的あっさりは召し上がることができるかと思います。玉ねぎの大きさが結構大きいんで、うん、ザクザク、玉ねぎの食感と一緒に楽しめますね。うん、そうですね、食べたくなってきた。ロッカさん、食べたくなってきた。じゃあ、あの、もう1種類あるんで、もう1種類ちょっといただきたいと思います。チリマヨチキン、あ、たっぷりかかってる。いただきます。
ありがとうございます。わあ、全然違う。チリマヨだから辛いのかなって思ったけど、マヨネーズの味ですごいマイルドになってて。そうですね、苦手じゃなければお子様でも召し上がることができるかと思います。うん、全然違う味が味わえてすごい楽しいです。あ、でもこれはいろいろ味わってみたいですね、本当にね。うん、せめて厚切りハムカツだけでも。ここは私。みんな大好き唐揚げ特集。続いてやってきたのは宮崎市大坪町にあるシャチンボ。六花がチョイスした居酒屋さんが提供するびっくり仰天な唐揚げとは一体、はい、来ました。いやー、何これ、すごい。もう半分上がっちゃってるわけですね。ねえ、私大体寝るときこういう体勢です。こうなってる。食べにくいね、そんなこと言われると。じゃあ、いきますよ、豪快に。いってらっしゃい。うまい。皮がパリッとしてて、うん、聞こえた。でもなんかとってもジューシーで食べ応えがあって、いや、おいしい。これでも揚げるのって結構大変じゃないですか、中まで火通すのとか。そうですね、だから一度味付けをして、うん、一度蒸す。最初蒸すんですか。はい。どれぐらい蒸すんですか。うちは45分ぐらい蒸して。はい、45分も。もう中までちゃんと火がしっかり入った状態で揚げてパリッとさせる。うわ、そんなほぐれるの。見てこれ、 CM で見たことある。そんなの。うわ、いや、ももは一段とジューシーですね、やっぱり。やっぱ場所によってまた変わるんですか、食感。だからやっぱりいろんな部位の味わいを楽しめるってことですよね。そうですね。ね。うわー、食べたい。これ私も食べたいってなったらまた45分蒸すとこから始めるんですか。そうですね。そういうことです。ちょっと六花さん、45分私のために時間くれませんか。ダメですよ。あなたはさっき食べたでしょ。だってダメ、食べたい。だってここは私のターンですから、もう、クリスマスももうすぐやってきますよ。持ってこいだ。そうですね、天才。でもさすがにもうめちゃくちゃ予約来た時はこう限りは出てくるんですか。頑張って作るようにします。あ、じゃあもう断らない。できる限り。おお。やる気をいただきました。儲ける気ですよ。やらしい目が、やらしい目が。儲ける気ですよ。子供たちに夢はないんですよ。もう、すいません、はい、ちょっと3軒目はちょっと私が気になるお店に行きたいんですけど、それよろしいでしょうか。まあ次回にしましょうか。今度行きましょうよ。いや、じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。はい、みんな大好き唐揚げ特集、続いてのお店は、ん、唐揚げ屋さんには見えないおしゃれなお店、カンカン屋。わあ、なんかシンプルだけど、ね、洒落てますね。すごい。そしてここに、お惣菜。ねえ、ねえ、唐揚げ専門店じゃないんだ。唐揚げのテンションで来たのに、なんか。すいません、とんでもないです。唐揚げ屋さんってわけじゃないんですね。はい、祖父の代から、精肉店をやってて、はい、で、まあ、父が、まあ、食肉加工とかいろいろしてるんですけど、で、こういう形になります。だからこっち、ほら、本当だ、お肉もある。お肉、宮崎牛の炙り焼きとかユッケとか。今日もじゃあここで完全にもう定食作れますね。そうね。うん、お惣菜でね。惣菜で。惣菜をメインに販売しているということなので、まずは人気メニューのポテトサラダで下調べ。とっても食感滑らかで、おいしい。
これはもう唐揚げも期待できますよ。あ、できる。できる。でも唐揚げは置いてないんですね、ここに。確かにね。ね、見当たんない。ですね、唐揚げは注文を受けてから、うん、熱々のものをご提供する形で。おお。うわ、熱々でくれるんだ。じゃあ、サカッチの4。ん？どういうこと？どこに4の要素？肉のいろはを知り尽くした元精肉店が提供する絶品唐揚げとは。お待たせいたしました。はい、すいません。大きい。一個一個が結構サイズありますね。そうですね、結構比較的大きめかなと思います。これとか完全に一緒。拳じゃん。待って、もうね、ここで温度感じるんですけど。これ絶対今言ったらやばいよな。でもいただきます。揚げたてだもんね。うまみはさっき噛めば噛むほど、うん、ジューシーな油が湧き出てくる。おお。自家製スパイスにだいたい2日ぐらい漬け込むんですけど、噛むたびに味が濃くなってくんですよ、うん、祖父の代からもう精肉店の頃から唐揚げはやってたんですけど、はいはいはい、今も試行錯誤しながら改良改良してこういった味になっております。もう皆さん、あの帰りの車の中で食べておかずがなくなっちゃうっていう時期。お家まで待てない。はい、揚げたてをついついつまんでたら、はい、帰ったらもうないみたいな。おかずないじゃないかみたいな。ここでお店一押しメニューがもう一品登場。手羽餃子になります。え、何それ。手羽餃子ですね。待って、聞いてない聞いてない。え、言ってないもんだって。何それ。いやいや、ちょっと手羽餃子って書いてあったからこっそりお願いしといたんですよ。ほんとそういうとこずるいですよね。とんでもなく暑いのでお気をつけください。とんでもなく。ダメダメダメ、待って。めちゃくちゃ揚げたてだ。うわー。いただきます。あ、いやでも今、うん、ちょっと噛んだ瞬間に、うん、もうジュワーってもう出てきました。ジュワーって溢れてきますね。はい。いける。ねえ、垂れてる垂れてる。いやいや、それぐらいもう本当に溢れてくるんだ。おいしい。中のあんがまたおいしい。中はですね、うん、国産の豚肉と、うん、あと食感の違いを出すためにあのキャベツを3パターンぐらい切り分けて。噛んだ瞬間にシャキシャキした感じがあるのは、はい、その3パターンのキャベツがそうですね、いろんな食感を生み出してくれてるわけですね。へえ、すごい。もう止まらんなっとるな。これも多分、うん、買って帰ったら、うん、家に着いた時に見たらもうなくなってるやつだと思う。本当に。いただきます。食べといた方がいい。溢れるでしょ。溢れてくる。溢れる。これ飲み物ないって時にこうやって持ち歩いてたらもうこれで十分足りる。全然いけるぐらい水分補給できる。改めてこれからどんなお店を目指していきたいですか。まあ日向だけでしか今店舗がないので、はい、いろんなところにうちの商品を届けれるよう通販とかだったりとか、うんうん、そういった方ものを流していけれるような仕組みを作っていきたいなと僕は思っています。